はい、どうも、早く野球観戦がしたいミソです。はい、本日はですね、14時にガチャ更新がございまして、こちらの9円パワープロセレクション天才明神復刻ガチャが来たということでですね、こちゃんガチャについて引くべきか解説していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあもう今更ね、解説する必要ないとは思うんですけども、念のためしていきたいと思います。結論、こちらの天才明神復刻9円パワープロセレクションガチャは、天才明神の母体持ってなくて、なおかつリアリティ変換券がね余ってるよという方は絶対に引いた方がいいと思います。はい、ということでね、もう今となってはこの天才明神投手サクセスではもう必要不可欠な存在となっております。もちろん今のほかほかホリデー高校でも人権級のキャラとなっておりますので、母体持ってないという方はもちろんのこと、しっかりと変換権を持っていて PSR の母体が狙えるよという方はですね、引いた方がいいかなという感じですね。はい、というのもこの天才明神は、こちらですね、覚醒キャラとなっておりまして、はい、 SR で得意練習アップが 30%、 PSR で筋力ボーナス15がつくということでね、これはさすがにでかすぎるということで、今回はまあ45というよりかは PSR の40を作った方がテーブル的には強いです。はい、42-45の骨イベトボーナスというのはまあ今の環境ではそんなに強くないので、まあ、40あれば十分、進化は発揮できるかなというふうに思っております。まあ、50になると精神ボーナスが8ほど増えるんですが、まあ、今のほかほかホリデー高校であれば、まあ、そんなに、気にならないかなというふうに思っておりますので、 PSR のね、ぜひレベル40を目指してほしいなというふうに思っております。はい、そのためにはね、しっかりと、まあ、奇跡的に道中 PSR を射抜くか、まあ、45のキャラをこのリアリティ変換権を使って PSR40 にするという必要がありますので、まあ、しっかりと45は作る必要が基本的にはあるという感じですね。で、今回のガチャなんですけども、初回パース30個で SR 以上のエビキャラが1枚確定、2回目パース40個で PR 以上の天才明神が1枚確定で、3回目からパーソン50個で SR 以上の天才明神1枚確定で、4回目以降をバーナー内キャラのみ出現ということで、天才明神、アルティメット明神、通常明神しか出ません。はい、で、200連引くごとに PSR の天才明神が確定ということで、解放自体はめちゃくちゃしやすいガチャとなっております。まあ、運が良ければ、まあ、50連とかでね、母体ゼロの状況から、45とか作れる可能性も十分ありえますね。はい、まあ、ただこのね、出現割合といたしまして、道中特にピックアップ等はございませんので、ご注意くださいという感じですね。まあ、しっかりと30連目で天才明神のね、サル母体はゲットできますので、はい、そこはご安心をという感じですが、まあ、それ以降は特に、天才明神の確率が上がってるわけではないので、まあ確率に行くならね、まあ45、2体作って 60% でぶち込みたいっていうのはありますよね。 30% だとなかなか成功しないんでね。はい、というところで、まあやっぱキャラがね強いとガチャも渋くなりがちということで、まあ昔のガチャと比べたら全然渋くはないんですけども、母体0から50作るってなると結構大変なガチャではあるんですけども、はい、まああまりにも強すぎるので、この天才明神が、はい、まあここをね持ってないと今後苦労するよと、まあ、今後新キャラもガンガン来ると思いますので、ここはしっかりと抑えておきたいという感じですね。はい、まあただもう天才明神は触れ乗り借りると割り切ってるという方であれば、思い切ってするという考えもありかなという感じですけども、あのね、代用が効かないレベルでもう恐ろしい性能してるんですよ。あの50のお話を50に前提にまあお話ししますけども、はい、
精神ボーナスが16でしょ、骨髄ボーナス 200% でしょ、タックが超えた合わせ 120% でしょ、でレンジ効果 30% でしょ、仕上げナマス 20% でしょ、追加枠、マックスパトリンク持ってるでしょ、初期力80高いでしょ、でスタミナ上限12、唯一無二でしょ、はい、得意レンジアップ覚醒と合わせて、50% でしょ、はい、という感じで根骨もありますね、はい、で筋力ボーナス15ということで、これ多分今現状の投手キャラの中でナンバーワンの性能しております。はい、最終兵器虹谷をはるかに凌駕するね、はい、ぶっ壊れ性能してますので、まあ、できればね自前で持っておきたいっていうのはありますね。はい、でメインで使わなくなってもこのスタミナ上限12があるのでサポートでもね今後使える可能性があるということで、はい、まあ、持っておいて絶対に損はないんじゃないかなと基本的には思っております。はい、でまあほかほかホリデー以降の環境でも十分使える可能性ありますので、はい、まあここは基本的には持っておいてほしいかな。はい、でまあ前回のガチャを引いていて、すでに45とかね、PSR をお持ちの方でもまあは無理しなくてもいいかな。はい、50作るのはね、まあ、ちょっと大変なので解放素材が余ってるよという方であれば、まあ4回目以降は非常に美味しくなってますんでね、はい、45自体は、作りやすくなっておりますので、まあ、50を目指すっていうのも、まあ、一つの手かなというふうに思っております。昔からはパワープルアプリねやられてる方であれば、うん、また復帰勢であれば、まあ、この通常明神とかアルティメット明神持ってる方もねいらっしゃると思いますので、まあ、そんな方はですねぜひPSR できて PSR さえ作れればそこにね、ぶっ込んで解放もね、まあ、楽々狙えるというね形を取ることもできると思いますので、はい、まあ、そんな感じでね、うん、まあ、今回のガチャは判断していただけたらなというふうに思っております。はい、でまあこの3月18日ですかね、はい、これロングメンテナが入るあの合図みたいなね、8時59分までというガチャとなっておりますので、まあこのあと確実に新キャラ来るでしょうね。はい、大谷さんなのかかぐやなのか、葵ちゃんなのか、まあわかんないですけども、うん、まあ11日15日、あーでも15日もワンチャンあるか、ホリデーデビュー終わったら新キャラ来るっていうのも全然あると思いますんでね。はい、まあこれに関してはねホワイトデー3月14日とかにね、まあホリデーのデビューガチャについて改めて、解説動画も上げていきたいと思います。はい、まあ投手一郎とこのね狙い撃ちガチャはまあスルーしてよかったんじゃないかな。はい、まあなんかガンガンいいですね、今の環境に刺さるキャラを復刻してくれるっていうのはまあありがたいですよね。はい、昔はね結構渋ってたというかすぐに出してくれなかったんですよね。まあそれが最近の運営さんは結構ねこうやってポンポン出してくれるんで、まあありがたいかなというふうには思っております。はい、というところで、この天才明神ガチャはちょっと、うん、母体ゼロからですと苦しいですけども、もう投手キャラナンバーワンの性能しておりますので、まあ、持ってない方、まあ、解放したいという方は、まあ、基本的には引きでいいんじゃないかなというふうに思っております。母体ないという方はこの変換券ね、まあ多分1枚は余ってるんじゃないか、なんかで配られた記憶があるんですけど気のせいかな、うん、と思いますんでね。はい、まあでも山口に使っちゃったとかいう人もいるかな、うん、まあ、うん、まあでも基本的には変換券ないとこの200連で確定なんでね。はい、道中 PSR はピックアップもなければ基本的にはまあ 1%、うん、で引いていくことになりますので、200連の中で、PSR を引く、200連の道中で引くっていうのも、まあ、奇跡に近い感じなので、はい、まあ基本的にはうん、もう課金者の方であればね、もう200連引くって覚悟できると思うんですけども、無課金未課金の方はね、まあリアリティ変換の45を作って、まあ、30% に、まあ、30%60% にかけるっていうのが基本的にいいかなとは思っております。はい、という感じでね、今回の天才明神復刻ガチャの解説終わりたいと思います。うん、まあ、ちょっとあまりにも強すぎるんでね、はい、まあ自前で持っておくと今後の投資サクセスがかなり楽になるんじゃないかなというふうに思っております。チャンネル登録している方はぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼します。 See you。